このあの無料の枠ではですね、バックトゥザフューチャーの初級編や,あのやるんですけども、あの、ツイッターとか見てるとですね、やっぱ初めて見た人多いんですよ。よくあの、バックトゥザフューチャー、あの、今更やってもとかですね、あと見たことないやつなんかもういるのかっていう意見があるんですけども、いやいや、とんでもない、あのね、 10年20年経ったらもう見た人なんてほぼゼロ,になゼロとは言わないけども本当にねだからあの「エヴァンゲリオン」でも何でもそうなんですけども1990年代ぐらいにすごいブームがあったことってもう今から15年前とかね下手したら20年ぐらい前のことになるので。 やっぱりねあの常に新しいものを出さないとみんな見てくれないんですよね。b u c バ t h o ザフューチャーはもう見たことがないという人はすごく多くて Twitter がなんかお祭り状態になってましたすごかったですよね。でどこがまあ好きなのかというかですね、まあ、あの岡田さんがアニメ以外の映画をやるのは珍しいと言われたんですけども、まあ、あのとにかくバック・ド・ザ・フューチャーって僕は楽しくて好きなんですよ。見てる気も自分が楽しくなれることあと分かりやすい。もう本当に映画を好きで。 細かいところまで見る人も分かりやすいし、割とそうじゃなくて、ただ単にストーリーをかけてる人も十分楽しく分かりやすくできてるんですね。で、分かりやすいっていうのはどういうことかっていうと、あの、バックトゥザフューチャーの面白さって僕はね、顔芸だと思うんですよ。あの、 まあ、顔芸っていうのは面白い顔をするとかですね、そういうお笑い芸人で言えば、まあ、志村健がやってたようなですね、本当に子供向けの芸なんですけど、この子供向けの芸っていうのを超永久の俳優とか、超永久のアイディアでやってしまうというふうなところなんですね。あの 顔芸といえばやっぱ毒なんですよ。毒ブラウンなんですけども。例えばこれあの、デロリアンの中から出てくる初登場シーンなんですけども、完全にカメラ目線なんですよ。で、必要ないのにペン加えて面白い顔してるんですよね。で、この次です。この次はですね、あの、マーティーとですね、1955年で初めて出会うときに、頭に脳波読み取り装置を受けて、やっぱり目をひ、 ギョロッと向いてます。面白顔するんですよ。で一番下はですね、あの、稲光がどんどん雷がやってくるときにですね、時計台の上に登ったら、ただ単に時計台の上に、なんかパンサーの置物があったというだけでびっくりして、こう、でかい <laughs> 口を開けて叫んでるというだけなんですけども、ドクブラウンってこの映画の中ではもうこういう役なんですよ。<laughs> いわゆるもう本当にドリフ、志村んの笑いでして、ね、はあーとか、はあとか、なんてことだっていうのを、 永遠言うばっかりなんですけど、これが絶妙のタイミングと、その、マーティーとかのリアクションとかが、割と、呆れた顔とかの絶妙なのですごく面白いんですよ。この楽しさっていうのがバックトザフューチャーの僕は魅力だと思ってます。で、顔芸でね、もう一つ抑えたいのが、ロレイン、つまり、あの、マーティーのお母さんですね。マーティーのお母さんですね、えー。自分の家にマーティーを招待した時の惚れた表情ですね。もうこの、 もう好きだわトローンっていうのがわ、ね、かるこれももう演技じゃないんですよもう顔芸なんですよ完全に <laughs>。 顔芸なんですよ。で、このマーティが、まあ、あの、自分を無理に誘ったビフを殴ってくれたときにですね、えー、マーティがですね、まあ、あの、スケボーみたいなもので、えー、戦って勝つと。その時に、あの、素敵だわっていう時の、やっぱこの惚れ顔も顔芸なんですけど、その後、あの子どこに住んでるのかしら、絶対に突き止めてみせるわって。 この2個目から3個目が1つの演技の塊なんですよね。で、やってることはもうただ単に、笑顔、口が笑顔のまま変わらずにですね、やや上唇を引き締めて、で、顔の角度を変えるだけ、いわゆるおでこの角度を素敵だわーんっていう、こういう上げてる顔から突き止めてみせるっていう、下げてるだけなんですよ。でも、これだけでわかるっていうですね、 ま、これも演技というよりは顔芸なんですよね <laughs>。この面白さがこうすごい楽しいですね。まあ、こういう、こういう単なる顔芸をまるで演技のように見せているですね。もうこれをやってくると映画が楽しくなるんですね。他の役者さんは基本的にあの、バグトゥ・ドフューチャーってメインのキャラクターはそのお父さんのジョージ役の人も全員顔芸するんですけどもですね。もう普通の抑えた演技とこの顔芸の演技が交互に来ることによって楽しさが抜群に上がってるんですね。まあ、あの、 あとですね、バックトゥザフューチャーが好きなのは、あの、時代のギャップ。この時代だからこれ知ってる知らないっていうのをですね、アイデアで見せてくれるところです。えーどうですね、まあ中盤ですね、あの、マーティーと、えー、と、お父さんがあった時、ああ、すみません、これね、僕ね、ちょっと間違えちゃったな。真ん中が最初のコマです。 えー、ジョージお父さんジョージとマーティーがあった時にですね、えー、呼び出してあったんですけどもです、ね、マーティーが一生懸命です、ね、ペプシの瓶の栓をこうねじって開けようとするんですねでどうしたんだというとなかなか開かないんだそうすると上に行きますとお父さんはです、ね、その自動販売機について栓抜きでポンと栓を抜いてマーティーに渡しますでそのままお父さん行ってしまうんですけどもマーティーはですねえっ栓抜きっていう顔でですね一番下見てる。 わけですね。で、これ何かっていうとですね、あの、80年代のアメリカ、あの、映画の舞台になった1985年っていうのはどういう時代だったかっていうと、アメリカにペットボトルがなかった時代なんです。で、日本っていうのは、そのプラスチックボトル、ペットボトルが早いうちに普及したんですけども、アメリカ人にとってやっぱソフトドリンクっていうのは、瓶で飲むものっていうイメージがあったんでですね、普及してなかったんですね。なので、あの、ガラスの瓶の上にツイストキャップ、 ビールの王冠みたいなもんなんだけども手でぐっとひねって開けれる瓶っていうのが80年代すごく多かったんですよ。いまだにあのバドワイザーとかそういうビールは全部あのガラスの瓶の上にツイストキャップになってこう王冠なしで開けれるようになってるんですけどこれはまああの。 自動販売機で必ず黄金の栓抜きがついてるもので売ってた時代からそうじゃなくてコンビニとか日本だったらコンビニですからアメリカではリカーショップとかそういうようなところで塊で買うようになってでそれをホテルで飲むようになったから栓抜きが必要でないツイストキャップっていうのがまあ採用されたでも日本ではペットボトルとあと缶ビールでプルタブっていうのは当たり前になったんですけどちょっと、ね、進化が別系統になったんですよなのであの マーティンは昔のペプシもですね、ビンだから、あの、まあ、当然ツイストキャップみたいなもんだろうと思うんですけども、1955年にそんなものがなくてですね、えー、何も知らない。それまで、このやっぱシーンはなんで面白いのかっていうと、それまでね、何も知らなかったジョージというかですね、ダメな男だったお父さんジョージ、何も知らないジョージが、 唯一この1955年の常識ですね。線抜きで線を開けるっていう、ごく単純なことをやって、観客が笑うと、そうするとマーティーがですね、線抜きって何なのっていう顔で見てるところが、ちゃんとギャグになってるですね。こういうですね、その、まあ、顔芸とコミのですね、時代のギャップっていうのを細かい演技で出してくれてるところが面白いと思います。 えー、まあ、あの、一番ね、あの、楽しいのはですね、あの、やっぱ完璧な脚本なんですよ。まあ、あの、テトリスというゲームで、あの、上から長い棒が落ちてきたのを、スコーンと入って、バッと消える気持ちいいじゃないですか。そんな感じで、伏線、伏線、回収、伏線、回収っていうのをやっていて、で、え、この伏線も全部回収するのっていうのこの、なんだろうな、脚本の完璧さがバックトザ・フューチャーの魅力でもあるんですけども、え、一番最初ですね、毒のガレージ。 からですね、あの、始まります。えー、シーン1はドクのガレージですね。まあ、とにかくこのドク、あの、ドクブラウンのガレージがすごい情報量で、まず一番最初、無数の時計が動いてると。全部が8時5分前になっていて、で、自動的にテレビがついて、研究所からですね、プルトニウムが盗まれたというニュースが流れます。で、カメラがパンするとですね、壁に、この、あの、時計以外に壁にもですね、いろんなものがおるんですけども、えー、学装した新聞ですね。つまり額に入れた新聞です。 ちょっと暗いんですけども、新聞記事です。これを、あの、ドックは壁に入れとってるんですね。で、えー、ブラウン屋敷が火事で亡くなった、消失したっていう記事なんですけども、あの、あまりね、これあの、見てると気が付きにくいんですけども、マーティーのお父さんやお母さんが負け犬だ。 っていうのは、1985年のね、現代では負け犬だってことはわかるんですけども、ドクも実は同じなんですよ。ガレージに住んでるんですね。ガレージに住んでいて、あの、30年前、1955年に戻った時には、あの、ブラウン屋敷っていうですね、かなり大きいお屋敷に住んで、その端っこのガレージの前に高級車が止まってて、で、その奥にガレージがあったんですけども、う30年後の現代ですね、ドックはその高級車もなくしてしまってて、 トラック1台持ってるだけなんですね。でそのガレージの中の粗末なベッドで寝泊まりしてるんですよだからあので簡易ベッドの周りにはですねテイクアウトまあ,あのなんだろうなバーガーキングとかそういうのの紙とかも散らかっててですねこの30年で毒っていうのがどんなに落ちぶれて貧しくなったのかっていうのがですねもう見てわかるでその彼がその自分の屋敷が燃えたっていうですね、まあ、新聞記事を取ってるわけです。 で、えー、そこにですね、主人公のマーティーがガレージに入っていきます、えー。鍵をですね、玄関のドアマットの下に投げ入れるから、まあこれかなり親しい証拠ですね。で、スケートボードを蹴ったらですね、粗末なベッドの、まあ、下にですね、えー、プルトニウムって書いてるわけですね。あのー、これ僕の試写会で見た時に、もう本当にこの辺りで会場大爆笑でした。<laughs> <あの笑> テレビのニュースでプルトニウムが盗まれましたって言って主人公が入ってきてスケートボードを蹴ったら、その、かこれあの、本当に簡易ベッドの下なんですよ。簡易ベッドの下にプルトニウムの黄色いケースが隠してあるって、こんなわかりやすい映画世の中にあるのかっていうぐらい <laughs> わかりやすいやつですね。もう会場大爆笑だったんですけども、えー、リビアのテロリストからですね、プルトニウムを手に入れたんですね。あの、 金曜ロードショーではですね、あの、過激派とか、あの過激派っていう翻訳にしてたんですけど、口の動き見てください。リビアンって言ってるんですよ。あの、映画の中ではですね、ずっとリビア人、リビア人って言って、一番最初にリビア人のテロリストって言ったっきり、その後はリビア人、リビア人、リビア人って、やっぱ当時のアメリカのリビアに対する感覚点が出てたんですけど、今テレビで放送するときはもう、その口ではリビアンって言ってるんですけど、すべて違う機会になっちゃうんですけどもですね。えーで リビアのテロリストからですね、プルドニウムを手に入れると、実は毒っていうのは、毒ブラウンっていうのはですね、目的のためには手段を選ばない人なんですね。さっきのですね、この、この新聞記事、ブラウン屋敷が火事で消失なんですけども、これはあの自分の家が焼けた記事をなんで飾っているのかというと、実はこれあの、毒が自分の家に放火したからなんですね。で、保険金目当てでですね、放火して、それが成功したので、えー 記念に飾ってるんですよ。見て、新聞見てみろとバレてないと。で、保険金もらったので科学の研究を続けてると。で、ドグっていうのは、その、シナリオの第1項、第2項あたりまでの設定ではですね、マンハッタン計画にも参加した、すごい若い頃にマンハッタン計画にも参加した核物理学者なんですね。で、その後落ちぶれたという設定なんですよ。で、 こんなふうにですねドクターあのドクターエメット・ブラウンの設定というのはねすごい細かいんですよね。であのドクの設定めちゃくちゃ細かいんですけど実は主人公のマーティーの設定って少ないんですよ薄っぺらいのが多いっていうのはまず映画のシーンがあると決めるとカードに書いてはそうですあの、えー、とロバート・ゼメキスとですねボゲイルの2人脚本家と監督の2人はカードに書くと。でえー、カードにき マーティはスケボーをする。じゃあ、1955年でマーティーはスケボーを発明することにしよう。じゃあ、マーティーはスケボーが得意だというキャラクターにしよう。じゃあ、マーティーがスケボーでいろんなところ走るシーンを映画の中に入れなきゃいけないって、こういうふうに逆算的にですね、映画のシーンをまず決めてから、 あの、設定決めてったんですけど、マーティーっていうのはそういう風に映画の骨格の中でキャラクターが決められたんですけども、ドクター・ブラウンというのはその逆でもっと最初の頃からこの人は昔はこんなことをやってたっていうのが決まってたんですね。で マーティンのお兄さんとかお姉さんの設定も,もう本当に薄っぺらいんですよ。ただ、でもドクの場合はですね、ドクター・ブラウンの場合はですね、お父さんとお母さんがアメリカにです、ね、移住し,してくる時のこととかですね、あのマーティンに出会う前までっていうのはすごいね、あのー、 単年に設定されているんですね。で、なんでかというと、実はもともとバ a c ザフューチャーのですね、企画段階の主役はドクター・エメットブラウンだったからなんですよ、えー。バック・トゥ・ザ・フューチャーっていうのは企画から完成まで10年かかってます。ボブ・ゲールと、あの、ロバート・ゼメキスが、こんな映画作ろうよって言ったのが1 975年なんですよね。で、完成したのが85年だからもう10年かかってるんですけど、そのうちの半分の5年間ですね、実は毒が主役のあの設定だったんですよ。世間から認められていないちょっとおかしい科学者がうっかりタイムマッシンを発明して、で、未来世界を見に行ってしまう話だったんですね。で、これがですね、途中から高校生を主人公にっていうふうに、まあ路線変更したんですよ。だから、あの、この、 あの、ガレージのシーンって、いろいろ矛盾している設定を入れながらですね、複製を張ってるので、かなり複雑になってるんですね。そもそもなぜマーティーとドックは友達なのか。これもね、準備校には書いてるんですよ。 で、今発表されている映画評論家とかそういう人がいる、あの、一定設定では、なんでドクとマーティーは、あの、親友だったのかと。それはマーティーがドクのところでアルバイトをして、で、そこで、あの、ドクの人間性っていうのにマーティーが好きになって友達になったんだっていうのが、 公式設定になってるんですけど、あの、準備校ではもっと深いのが、深いっていうか、ひどいのがあってですね、あの、どはマンハッタン計画に、さっき話したあ計画、つまり日本に落とした原爆を開発した計画に参加した科学者なんですけど、その後落ちぶれてですね、で、おんろの映画館ですね、あの、映画の中で最後にデロリアンが突っ込む映画館。 あれ、あそこのですね、3階に住んでたんですね。で、あの3階に住んでて、で、下で上映している映画をですね、無断で録画して、で、海賊版ビデオを作ってる仕事だったんですよ。で、マーティーはその海賊版ビデオを作っている、本当に、準備校のドクロ、ろくでもない人物なんですけどです、ね、で、あの、 で、マーティはですね、その毒の家に、あの、忍び込んだコソ泥で、で、そのコソ泥だったんだけども、マーティ毒の家に置いてある発明品とか面白いから、ちょっと二人でコンビ組んで、海賊版ビデオを毒が作って、マーティがそれを売りさばいて、で、マーティ売りさばいた金で競馬、 のですね、あの、掛け金にして買うと。で、その、競馬をやり、やりたいんだけども、ちょっと未来が知れたら、金持ちになれるのにっていうのが、少年マーティーの、ちょ、あの、タイムマシーン乗りたい動機っていうですね、えぐい話だった。<laughs> これで、ね、映画撮影直前ぐらいまでのシナリオなんですよ。こんな感じだったんですね。だから、あの、 あの、まあ、今も言った通りですね、毒っていうのは欲しいものを手に入れるためにですね、割と多少の犯罪は気にしないですね。まさにマッドサイエンティストとして設定されている。だから、盗んだプルトニウムがですね、まあ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 、ドーンと置いてあるわけですね。で、毒、えー、からのですね、電話にマーティーが出るとですね、時計が8時になってですね、一斉にまあ目覚ましとかパッポーパッポーとかジリリンとか鳴り出すわけですね。そうすると、電話の毒の声が、やったぞ実験は成功だ。きっちり25分遅れた。 ここね、このバックトゥザフューチャーっていう映画の最大の謎なんですよ。これ本当にね、誰も答えを出してくれてない。僕もこう、あの、本当に、あの、わかんないですよ。調べても最初に言っておきますとわかんないんですけども、不思議なんですよね。で、えー、毒の言う実験とは何なのかと。どんな実験をすれば時計が全部25分遅れるのか。で、この伏線実はここ以降ですね、出てこないですよ。バックトゥザフューチャーの中で伏線が回収されてないのはこの箇所だけ。 なんですね。えー、完璧なはずの脚本がここだけ矛盾していると。そもそもドクター・イヌ・アインシュタインっていうのは、あの、マーティーが言うとおり、一週間どこ行ってたのっていうふうに言うんですけど、一週間本当にどこにいたのか。まあこれはちょっとあの、無料の最後でこう話そうと思います。で、えー、シーンが変わって、えー、公演のシーンですね。公園のシーンで、えー、ですね、恋人のジェニファーと会うと。 で、えー、あ、じゃあ学校だ、学校だ、シンには学校で、えー、学校の前で恋人のジェニファーと会って遅刻しそうになって隠れていこうとするんですけども、えー、教頭先生にですね、遅刻が見つかって怒られると。で、バンドのオーディションにも落ちてしまうというですね。マーティーの人生もやっぱうまくいってないというのが語られます。で、シーン3が公演ですね。この公演のシーン、一つのシーンなんですけど、あの、マーティーとジェニファーが2組いるのはですね、 カメラがこうパンしてるからなんですね。カメラがこの2人を追いかけてパンしてるんですけども、最初のカットでですね、マーティは、えーは、このエアロビの服を着ているショートパンツの女の子をですね、つい目が追ってるんですね。で、ジェニファーが何見てんのって怒って、マーティーの顎をクッと思って、はい、こっち向いてっていうふうにこうグイッとこう戻すシーンがあるんですけどあの、マーティーがここで女好きだというシーンをやっぱ見せなきゃいけないんですよ。あのね、えー、っと、まあ、 街の、まあ、あの、後ろの街並みをね、見せるという、ね、意味もあるんですよ。例えば、アダルトショップがあってですね、ここら辺にアダルトショップがあって、で、テントが破れた汚いですね、あの、廃屋ですね、まあ、空き家になったビルなんかがあるという、いかにも80年代のアメリカの、いわゆるジャパンアズナンバーワンと言われたですね、日本がバブル経済に、あの、まあ、突入する直前の、 日本は景気良くて日本車は売れてるんだけどアメリカ車は全く売れないと結果的にアメリカ出業者が増えていったという時代なのでどん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 寂れていく街っていうのを見せてるんですねで、えー、女の子にですね、えー、振り返って怒られるとこれも伏線なんですよでどんな伏線かっていうとあのえー、っとですねマーティーはこの今、えー、ちょっと振り返ってしまったフィットネスクラブで あの、レオタード着ている女の子にですね、スケボーで通るときに毎回毎回手を振るんですよ。で、こう毎回毎回手を振るのがあまりに癖になってしまった結果ですね、1955年に通ったら、通ったときに、このスケボーのスタジオって1955年はカフェになってるんですよ。で、カフェになって、そこの中に、の人にですね、思わず、 手を振っちゃうんですよね。<laughs> 1955年、ビフとですね、喧嘩して追いかけっこしてる最中なのに、このスケボーに乗って、スケボーみたいなものですね、乗ってる時に思わず手を振ってしまう。で、これも1985年で毎日のように、あの、レオタード着てる女の子に手を振ってるしまうから、ついつい同じ場所ですね。今ではカフェになったところにですね、あの、 別にそこに女の子いないのについつい手を振ってしまう。そうすると店内にいたロレインですね、マーティーのお母さんがですね、それを見て自分に手を振ってくれたと思い込んで、マーティーに惚れてしまうというですね。 割とね、うまい伏線になってるんですよ。だから、ここで必ず女の子を見てしまうようなおやつなんだ。そして、毎回毎回、なんだろう、やるべやってる女の子に手を振ってしまうんだ。だから、なんでかというと、それはお父さんの遺伝で、お父さんは、あの、女の子の裸の着替えを毎日毎日双眼鏡で覗いてるような男だったんだと。お父さんは双眼鏡で覗きまで、息子はスケボーで走りながら毎日手を振ってるから、だがついつい癖で、女の子がいないカフェに手を振って、 売ってしまって、店の中の人はなんじゃあれっていう表情で見るっていう、この一連の流れです。お父さんからの遺伝とマーティンの行動っていうのがすごい綺麗な複製になってるんですよ。なかなかね、こんなね、あの、綺麗な脚本かけないんですけどもですね、うまいですよね。で、えー、っと、ここで。 え、彼女のジェニファーをですね、あの、ベンチに座らせてで、自分も横に座って、まあまあ、イチャイチャ、イチャイチャしてます。後ろには時計台が見えますね。えー、っとですね。このあの、時計台なんですけど、後ろ、 これ公園ではなくて駐車場なんですね。コンクリートの上に線が引っ張ってあって、ここに駐車場の機械があるんですけど、これがいっぱい並んでるですね。駐車場の機械なんです。で、この駐車場があるスペースと時計台がですね、バックトゥザフューチャー1から3までの共通の舞台になります。1, 1ではですね、この1985年のヒルバレーの駐車場ですけども、2ではですね、2015年はですね、あの公園になっていて、3ではですね、あの、 1885年ですね。いわゆる西部開拓時代の昼晴れになっていて、全く同じ場所に移ってですね、そこではダンスパーティーというかですね、あの、いわゆる収穫祭のフェスやってるんですけど、まあまあずっと同じ場所なんですよ。で、ちょっと比較してみようかな。これあの、 現代です。まあ、まあ、現代って言っても、1985年のですね、えー、ちょっとわかりにくいんですけど、この画面の端、隅っこの方に時計台があると思ってください。で、向こうの方にですね、まあ、壊れた、あの、まあまあ、ボロボロの家が並商店街が並んでいてですね、えー、これがさっき言った、まあ、ポルノショップですね、そういうのが並んでいて、サラキン屋があってっていうふうになってます。で、駐車場があるんですけども、これがまあ、あの、 1955年、30年前に帰ると、めちゃくちゃですね、緑がいっぱいの公園になっているんですね。で、時計台も綺麗なまんまなんですよ。 で、これもともとあの、ユニバーサルスタジオのですね、スタジオ内にあったあの、オープンセットなんですね。いわゆる田舎の街としてしょっちゅうら、使われているところです。どれぐらいしょっちゅう使われているかっていうと、バックトゥザフューチャーの1年前にもですね、グレムリンという映画のオープニングでですね、全く同じあの、あの、こう、時計台の塔とですね、で、全く同じ家がずっと並んでるんですけど、これぐらいまあ、なんかしょっちゅう使ってるところなんですね。で、 このね、セットね、行ったことある人多いと思いますけども、実は現在、眺めることはできるけど行けないんですね。2010年ぐらいまで、ユニバーサルスタジオのですね、あの、ロットって言われるですね、その、スタジオパーク内を見ることができるっていうのはですね、えーハリウッド ハリウッドドブルーバードの中です、ね、いわゆるハリウッドの中心部にあったんですけども確かね10年ぐらい前にハリウッドの北の方の田舎に移動してでそこから大きくしたんですねシンプソンランドとかそういうのを作って大きくしたので昔はこの、ね「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の「昼レれ」の街に入れたんですけど今はちょっと入れないんですけど、まあ、こういう他の映画にも使われてるというとこでした。で これあの街のウェルカムボードですね。よくあの昼晴れに来てくれましたというやつなんですけれども、1985年のあのやつはこんなに小さくてですね、街もまあ殺風圏なんですけれども、1955年はですね、いわゆるそのロータリークラブもあれば、ライオンズクラブもあると。これ何かっていうと、地域地域の コミュニティなんですね。共同体。で、みんなが、あの、お金出して維持している街の、なんだろう、偉い人とか青年なんとか、いろんなところ、婦人会とかが、マークがザーッとついてるから、1955年のヒルバレーには、こう、人と人とのつながりがあったんだけども、1985年、現代のヒルバレーにはそういうふうなものがないよっていうふうに書かれているわけですね。あの、まあ、1955年はある種の理想の世界、あの、 もう本当にあの昭和33年を理想の世界として書いたオールウェイズ三丁目の夕日みたいな撮り方の映画なんです。まあというよりはオールウェイズ三丁目の夕日がバックトゥ・ザ・フューチャーの <laughs> パクリみたいなもんなんですけどもですね。で、あのー、ちょっとね一番最初にも話したんですけども、街がどのように変わったのか具体的に説明しようと思ってですね。えー、っと、これあの、ドクが映画の真ん中あたりでですね、 説明するシーンですね。ドクがマーティーに時計台に雷が落ちるのを利用して、1800、1985年にお前を返すんだっていう計画を説明しているシーンですで。そのためにですね、まあ模型まで作って説明してくれます。で、この模型っていうのは何かっていうと、元ネタはイギリスのですね、あの、えー、スーパートランプっていうバンドがあるんですけど、そ、そのバンドのアルバムですね、ブレックファーストインアメリカ。これがあのブレックファーストインアメリカっていうアルバムなんですけども、イギリスのバンドの、えー、ジャケットです。 え、台所とかですね、あとあの掃除用具とか洗面台にあるいろんなですね、小物をですね、真っ白に塗って、まあアメリカの都市みたいに見つけると。いわゆるアメリカっていうのは大量消費文明なんだっていうのをですね、説明というか、まあそれをまあまあちょっと笑ってるようなアルバムなんですけども、えー、まあ CD、 じあの以前の時代だからこれできたんですね。の CD の時代になっちゃうとアルバムのサイズがどんどん小さくなってくるから、これはもう LP といわれる、いわゆる33センチ ×33 センチの板、ディスプレイだからできたようなですね、まあ、あのアルバムのデザインですね。 模型ですね。この模型をさらにあの5分の1のサイズのにスケールダウンしてビジュースに作ってもらいました。これはまあ先週から話している通りです。ちょっとまあ出して説明してみましょうか。これぐらいで大丈夫かなええー、とね。 ま、これあの、見てわかる通り、卓球台の上に作ってるんですね、ドク、ドクが。だから卓球台だから、この長辺、長い方の辺が大体3メートルなんですよ。これを60センチにしてるので、まあ、5分の1の模型なんですけども、あの、この模型作ったので、あの、初めて僕は、えー、ちょっといろんな伏線に気がついた。バックトゥザフューチャー、本当にね、伏線が多いんですよ。で、何かっていうと、この部分見てください。これね、あの、ドクが、マーティーに説明するために、 これまあ大体同スケールのデロリアンです。すみません、これデロリアンの3の方のデロリアンですかこのデロリアンが、えー、雷が落ちるちょうどのタイミングで、このワイヤーの下を通ると、雷がワイヤーに当たってですね、平石に当たって、そこから1.21ジゴワットですね、ジゴワットの電流が、えー、行って、でそれのおかげでバーっと走ってて、この 本来だったら、毒が三階に住んでるはずの、えー、っとですね、現在はポルノ映画専門のですね、映画館。あ、違う。これね、カルト宗教の教団の、えー、っと、なんかね、ジーザス生物っていうですね、あの、宗教組織になってるんですけども、そこに突っ込んでるですけど、まあ、そこまで走っていくるっていう話なんですけども、実はですね、このあのミニチュアで説明するときに、毒がすでに、これで説明した方がわかりやすいかな。 あ、ちょっとこれを、こうやっとこう。これ見てください。ええー、とね、これ、ドクがわざわざこう説明するシーンがあるんですよ。これなんでかっていうと、ここにね、ハインツのケチャップ瓶ですね。これ白く塗ったものが置いてあるんですけども、このハインツのケチャップ瓶とワイヤーとか触れてるんですね。で、これを見せるためにやっぱこのシーン入れてるんですよ。これなんでかっていうと、結局あの、雷が来る直前に、この、 ハインツのケチャップ瓶の枝が、あの、落ちて、強い風で降りて、で、このワイヤーが切れるという設定なんですね。で、これで接続が外れたので、ドクは上に行かなきゃいけなくなる。結局、マーティーと会話ができなくなって、マーティーはドクに1985年、ドクはリビアのテロリストに殺されるんだということが告げられないっていうですね、全体の流れになってるんですね。だから、ここでワイヤーが触れてることを見せるっていうのがすごい重要。 僕らそんな映画見てるときはノリというかリズムで見てるから、ああ、風が吹いた、枝が落ちた、で、あの、なんかワイヤーが切れたと。いわゆるご都合主義のピンチだという見てるんですけど、丁寧に見るとこのミニチュアで、はい、瓶とワイヤーが触れてますね。これ もう見て危ないの分かる通り、ここが後でトラブルになるんですよっていう伏線貼ってるんですね。こういうのをミニチュア作らないと分かんないのでですね。まあすごい楽しかったんですけどですね。まあどんだけすごいんや、バックトゥ・ザ・フューチャーって思いますね。じゃあこれを使ってですね、1955年と85年の違いを軽く説明してみます。もうちょっと前倒そうか。えっ、ー、と、まずですね、この公園です。この公園にここちょっと変な小さいものついてますね。 これ何かっていうと、真ん中の四角いのがですね、戦争で亡くなった人々の記念碑。朝鮮戦争で亡くなった人たち、この町出身の。で、この町から第1次、第2次大戦にいた人たちの名前が彫ってあって、ここにはですね、街を守った大砲。まあ、アメリカはですね、内戦にな、あの、外国からの侵略で戦争になったことがないので、街を守った大砲という大げさなもんでもないんですけど、一応それが置いてあります。そういうですね、英雄を称える公園だった場所が、現代ではですね、 ただの駐車場になっているわけですね。で、えー、ここはですね、あのアトミックキットというですね、子供向けの映画館をやってた映画館です。アトミックキット映画館をやってたのがさっき話した通りですね、えー、カルト宗教のですね、教会になっていますですね。で、ここにですね、あのかなり綺麗なホテルがあるんですね。テントが3枚ある、綺麗なホテルがあるんですけども、その綺麗なホテル現代はいけるかな。よいしょ。 えー、まあ、空き家になってるんですね。この綺麗なテントは、そのジェニファーの後ろで破れていたテントなんですけど、そういうふうになってます。ここにはですね、結構大きな文房具店があります。1955年だから、ちょうどあの日本製のシャープペンシルとかがアメリカでですね、輸出された時代で、で、文具なんかもですね、徐々に徐々に、まあ、成功なドイツ製とかが輸入が解禁されて入ってきた時代なんですけど、その文具店は現在はですね、おっとっとっと、ここも剥がれにくいな。よいしょ。 え、アダルトショップですね。あの、この、この通りで一番でかいショップがアダルトショップになっているとですね。<laughs> まあまあまあ、ポルノショップになっているわけですね。 で、ええー、まあ、ここに旅行代理店があると。当時のアメリカはですね、ええー、まあ、世界最大の、なんだろうな、あの、経済力を持っていて、アメリカ人がですね、世界いろんな国へ行って、まあ、あの、ついこの間の中国人みたいなもんですね。とりあえず、どこに行っても中国人がいて、で、なんか、ツ吐いてるって言われると同じように、どこに行ってもアメリカ人がいて、唾吐いてるというふうに言われたんですけど、この旅行代理店がですね、ええー、今ではですね、さらきになっているんですよね。で、あとは、 このカフェですね。ルーズカフェっていうのはですね、フィットネススタジオになって、ここで、ここの通りを毎日毎日マーティを通りながら女の子に手を振ってたので、ついつい癖で、ここ行くと、この線を越えたあたりで、ついつい手を振りたくなってしまうわけですね。で、レコードショップがあるんですけども、レコードショップはもう今でも同じですですね。まあ、これがですね、あの、 で、あの、ここ西部劇がかかってる。あの、これね、あの、ミンチはね、作らなかったんですけど、ここは西部劇がかかってるですね。映画館があるですね。バッファロー平原っていうですね、ロナルド映画館主演の映画館があってるんですけども、それが今どうなってるのかっていう、映画館は同じなんですけど、ポルの映画専門になってるんですよ。えー、っとね、ジーアメリカ、オールアメリカンって書いてあるんです。あの、アメリカ人は乱行が大好きというタイトルの映画館がかかってるです、ね、ポルの専門の映画館になっていますですね。で、えー、この、 えー、カフェでですね父ージといじむっ子ビフトに会うわけですいやー楽しいなああのもちろん一人の時にやりましたよこれこの車をですねもうみ皆さんから見えないですよね こうやって走らせるというのをやりましたよ。ああ、楽しいとかって思いながら。で、これは今日使うために作ったんですけども、今日が終われば、ええに、僕の、あの、棚の中でですね、僕にめでられるというですね、いつもこれをめでるという時にはですね、あの、ブレスオブザワイルドですね、あの、ゼルダのですね、テリーというキャラクターがいてですね、あの、しょっちゅうなんだろうな、行商やってるんですけど、カブトムシを見せると、うひょ、テリーにこれをくれるんですかこんばんは、このカブトムシをめでますっていう気持ち悪い。 ですけど全くテリーと同じ感じでですね、僕はあの毎晩このミニチュアをめでていますね。えー、で、あの、さっきのカフェでですね、あのお父さんジョージとはいじめっこビフと会いますで、マーティーはジョージを追いかけて、ロレインの車をですね、お母さんの車,んのんの車に跳ねられて気を失ってしまうわけです、えー。というわけで、まあ無料これで終わって でもいいんですけどもですね。あの、まあ、もう十分時間経ってるんですけど、あの例のセリフですね。あの、毒の電話で、やったと実験は成功だ。きっちり25分遅れたと。この毒のいう実験とは何だったのか。そもそも毒と、あとあの、アインシュタインという犬は1週間どこにいたのかっていう、この解説だけちょっと最後してみようと思います。あの、最後してみようと言ってもね、これもね、ちょっと長いんですけども、すいません。 えー、あの、夜になってですね、えー、映画、まあ大体15分目あたりですか。ショッピングセンターの駐車場で、マーティーは特に、まあ1週間ぶりに会います。ですね。あの、ドの車、まあですね。パネルバンとかトラックがあります。地面がこう濡れてるんですけど、地面が濡れてるのはね、もうあの、殺風景な場所でロケするときに、あの、映えるシーンにするための、もう映画業界のお約束の工夫です。 あの、よく映画見てみると、雨降ってないのに地面が濡れてるシーンっていうのは結構出てくるんですよ。例えば、テッドという映画で、あの、テッドがですね、飲んだ後、ちょっとあの、裏の、あの、駐車場みたいなところに行くと、そこで変態みたいな男に会うんですけども、それもですね、雨降ってないんですけど、地面がめちゃくちゃ濡れてるんですね。で、これもやっぱり映えるシーンを作るため。ストリートファイヤーなんかはもう本当にしょっちゅう地面濡らしてますし、 たいまあちょっとオシャレ系の映画ララランドもやたら地面濡れてるんですよ。降ってないのに。<laughs> でまあそれはあのお約束だと思ってください。で、トラックにはですね、えー、ドクターエメット・ブラウン・エンタープライズ。まあね、もうここら辺が貧乏になってもプライドが高い男のですね、悲しいとこですね。えー あの、コープとかで普通の会社でいいのにね、大企業みたいに書いてしまうんですね。で、その下にですね、24時間サイエンスサービスって書いてあるんですけど、24時間営業科学サービスって書いてあるんですけど、まあもちろんこれは台所のですね、パイプ詰まりとかそういうのをやる会社なんですね。でもうこれしか、どこには財産というのが残ってないわけです。マンハッタン経画に参加してながら、 なんか売れない便利屋に落ちぶれてしまった。で、トラックからですね、デロリアンを出して、でマーティンにタイムトラベルの原理を説明します。で、愛犬アインシュタインを使って、1分後の未来にデロリアンを送ります。ですね。で、この時にですね、あの、私の愛犬アインシュタインは世界初のタイムトラベラーになったんだっていうふうに。まあ、これでですね、あの、観客もですね、あの、初の実験だというふうに思っちゃうんですけども、しかしそれはですね、撮影しながら、 書き直された脚本の、まあ、第3バージョンなんですね。でもうかなりあの有名な話なんですけども第1バージョンではタイムマシーンはこのデロリアンではなくてですね単なる冷蔵庫内側が鉛で貼ってある冷蔵庫だったんですねで <laughs> ラストシーンは雷ではなくてですね、ネバダ州のアメリカ陸軍の核実験場です。なので、あの、冒頭の一番最初のドクのガレージのシーンっていうのは、この第1バージョンの、その、まだでタイムマシンが冷蔵庫で、で、えー、ラストはネバダの核実験場で撮る予定だった時とですね、あと第3の、 デロリアンのタイマシンになってる。この中間ではですね、あのー、撮影されたんですね。今コメントで、それインディアナ・ジョーンズであって聞かれたんですけど、あの、そうなんですよ。で、このネバダの核実験場で核のエネルギーを利用してっていうのがあまりにも面白いアイデアで使えなかったので、インディアナ・ジョーンズ・クリスタル・スカルの秘宝のかところで、ようやっとですね、スピルバーグはこれ使ったんですけどもですね。で、この <laughs>、 えー、鉛の冷蔵庫のバージョンはですね、メイキングとかの映像が残ってないんですけども、前後の流れから大体内容が推察できるんですよね。っていうのは、ああと、<laughs> マーティーとドックがあったシーンでですね、で、ドックは、あの、おっといかん、プルトニウムの補給を忘れた、一回の旅行で一本だって言ってプルトニウムを出すんですけども、最初の旅行、タイムスリップのはずなのに、一本ないんですよ。 ここがポイントなんですね。プルトニウムね、他全部入ってるんですよ。これもあの、ないように見えるんですけど、中を見るとちゃんと入ってます。あの、毒は何のためらいもなく二つ目に手を伸ばしてこれを取ってるんですね。で、一つ目は、この透明な、あの、液体の入ったケースの中に入っている黄色いイエローケーキってやつなんですけど、プルトニウムというのがなくなってるんですよね。あの、だから、すでに1回使用済みで、そして、 毒は躊躇せずにすでに二つ目っていうのを出すんですね。で、脚本がやっぱり二回も三回も変わったからなんですよ。なので、まあ、あの、一応推理してみたんですけども、ファーストシーンで毒のガレージが、の時計が25分遅れたのは、今の映画、完成版の映画に入っていない最初の実験の結果なんだろうというふうに僕は思ってます。で、その実験で、このプルトニウムの一つ目を使ったんですよね。あの、なのでトランクを開けると一つ足りないわけなんですけど、 じゃあ、それがどんな実験かっていうと、ドクとアインシュタインが1週間いなくなって、ガレージの時計が25分遅れるような実験なんですよ。だから、25分遅れてるって聞いた時に、マーティーは、それ俺遅刻だよって言うんですけど、ドクは、やった成功だっていうふうに喜ぶわけですね。別に自分で25分遅らせたんではなくて、実験の結果、時計が25分遅れてくれたんですよ。 でおそらく冷蔵庫時代のタイムマシンですね。その第1あの、脚本第一バージョンの時のタイムマシンにドクター・アインシュタインは入っていて、内部では25分しか経過してないんだけども、外の時間は1週間経過しているという実験だったんじゃないかなというふうに考えます。まあ、これもまあ僕の推理しかないんですよ。この,この時の資料残ってないんです。で、その時のですね、タイムマシンの、まあ、作動誤差ですか。冷蔵庫が置いてある場所の周りの時間は1週間 過ぎてるはずなのに、冷蔵庫の近くのガレージはですね、あの、25分の時間差ができてしまった。こういうふうに考えるとですね、まあ、最初のシーンのですね、毒の叫び声もですね、矛盾なく繋がるし、このプルトニウムの数の、まあ、合わないっていうのもですね、辻褄が、これでまあ全部合ってくると思います。まあまあまあ、今こんなね、あの、荒探しみたいなことをしたんですけど、僕、バックトゥザフュージャーが好きなのは、 最初に言ったように楽しいからなんですよ。で、同時に、やっぱりね、意外なところにドラマが入ってる。あの、僕一番好きなのは、この、デロリアンが1955年から、過去から現代へ帰ると。その後に残される、その、ドックが好きなんですよ。マーティーが現代に帰った後ですね、ドックは、 あの、マーティーの、まあ、デロリアンが消えた後、喜んで飛び跳ねて、やったぞっていうふうに、こう、すごい嬉しそうなんですけど、それはなんでかっていうと、世間に評価されてなくて、結局その後、30年間、どん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 落ちぶれていくだけの人生、その男が一瞬輝いたからなんですね。 俺が思ってたことは嘘じゃなかったんだ。俺がずっと人生かけてたこと。マンハッタン計画で俺以外のやつはみんな出世してみんな偉くなったんだけど、俺だけは自分の発明というのをずっとずっと追いかけてたから。で、それが報われた瞬間なんですよ。で、彼はその一瞬が忘れられなくて30年間努力してまたマーティーと会うっていうです。このすっごい話になってるの。でもそこ 一瞬の、その、ドクの喜びの表情を映しただけで、現代に戻ってきて、またマーティーの話に戻すというところが、まあ、この映画をね、すごいクールなところ、かっこいいところなんですけどね。えバックトゥザ・フューチャーのですね、初級編はここまでです。あの、限定の中級編、上級編ではさらにですね、面白く深掘りするのをですね、まあ、あの、待っててください。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。